まずは初球は110キロの緩い変化球カーブから入りました。あの緩いカーブだってもう全然投げてないところで緩いボール投げるのって難しいんですけど、はい、それをこういとも簡単にフォームも緩まずに投げてくるという、若手のピッチャーでもブルペンで何球か投げてたら投げれるんですよ、はい、でも球種を変えるときに1球目で決めないと、はい、やっぱりこの試合で勝てないんですよね、今初球緩いカーブ、はい、2球目フォーク、3球目外からスライダー、はい、全部違う球種でいけるわけですよね、はい、そして投球が4球目外ストレートです。ここまで4つとも違う球種ですね、はい、そうすると次追い込まれて平行カウント、はい、バッターはやっぱり張りづらいですよね、はい、全部の球を待っておかなきゃいけない、その迷いがあるであろう中で変化球をここをもうカットするのが精一杯というです、ね、はい、バッティングさせてませんよね、はい、あれ外から入れてくるってもうなかなかね簡単にできないんですけどね。ああそうですか、はい、さあ 2&2 外ストレート高橋由伸が流し打ち、二塁に向かうでしょうか、高橋二塁に向かったツーベースヒット、ここは高橋由伸の技術うまいですね。いや阿部しかりこの高橋しかり、はい、もう本当にこうバッティングなかなかさせてない、させてくれてない外の球なんですけど、はい、ちょこんと出してるだけなんですけどもね、いや投げた方も投げた方だし打った方も打った方という感じですよね、はい、どちらもこれはもうプロの技術かなという感じがしますね、はい、甲子園での3連戦でも2本